はい、ワダツー、お疲れ。水戸ナウです。水戸に着きました。水戸駅です。水戸駅の北口にいますよ。生存確認ありがとう。寒い。 T シャツ重ね着しようかな。 T シャツ買うわ。おい、バレーニョさん、ワダツー、水戸に着きました。今水戸です。今何時？1時半。1時半。おい、ワドツーリーちゃん、ちょっと今もう寒いから T シャツ重ね着するわ。太陽の里からの経緯はね、お願いして支配人みたいな人に、そしたら OK もらって、でそしたらその困ってるってことで、リスナーさんがリアドツ、高谷さんっていういつもコメント書いていただいてるリスナーさんに来ていただいて、今水戸に来たって感じです。 T シャツ買うか。パーカーとか売ってないもんな、この時間。T シャツ3枚重ね着します。そう、充電させてもらったんだよ、結局。そんな感じです。太陽の里経緯は すいません、袋いらないです。はい、はい、領収書ください。はい、ドンキじゃないよ。2000円で。はい。はい。はい。当たり、今持ってきます。あ、大丈夫です。これどこ期限、あ、はい、今大丈夫です。はい、これどこのファミマでも買えられる。あれば、わかりました。領収書、ありがとうございます。はい、すいません。はい、はい、ゴミ箱、ゴミ箱がない。ゴミ箱、あった。すいません。ファミマ T シャツ売ってるよ、無印が。いや、俺無印の T シャツしか着ないから、これ3枚重ね着します。今寒い。徳島ね、だいぶ先ですね。あれ、なんだっけ、徳島の阿波踊りっていつだっけ、時期。阿波踊りに合わせたいな。阿波踊りいつだっけ。8月とかか。T シャツ3枚重ね着しました。これでしばらく寒くない、よし、重ね着完了。8月か。水
戸って結構都会なんだね。思ってた感じと全然ちげえわ。水戸超都会じゃん。どこで過ごそうか。こんばんは、海坊主さんいらっしゃい。とりあえず昼間動いた方が面白そうだな、この辺は。風船10個ありがとう。誰か水戸詳しい人いる？南口行ってみようか。水戸納豆っすね、うん、水戸っつったら納豆。おお、花火ありがとう。ゴリナミオさんありがとう。今水戸に着きました。今月の頭は水戸行ったけど意外と、いや今日寒いよ水戸。あ、ザラがあるんだここに。え、駅前にザラっておかしくない？うん、阿波踊り8月に行きたいかな。去年行ったんすよ。去年だか一昨年だか。あったけ。水戸ナウですよ、水戸ナウ。南口に満喫あるかな。今日はね、満喫で寝ようかなと思ってるんだけど、うん、漫画喫茶を探してますね。なんだろうこのピーって音ね。モスキート音たまらないようにしてるんだろうね多分。え、こっち側なんもなくねえか。あ、ごめんごめん、マイク切れてた。ごめんね。今南口ですね。広いな水戸。水戸すげえ都会じゃん。水戸都会じゃん。あー、すごいね、電波もバリバリあるし。俺が思ってた感じと違うな。もっともっと都会だわ。え、これどこら辺にあるんだろうな、満喫あるのかな。満喫聞こえてる？あ、土地の感覚広いし道路の感覚がすげえ広い。ご飯ね、なんだっけ、びっくりドンキーをおごっていただいた。びっくりドンキーを今食べたばっかりですね。夜だから焼肉とかないからって言って、あ、何でもいいっすよって言って、びっくりドンキー連れて行っていただきました。すげえな、なんか水戸いいじゃん、かっこいいじゃん。タリーズの横、タリーズどこだろう。タリーズの横、タリーズどこだ。右だ、南口の右左。なんか柏っぽいな、なんか柏をもっとスケールアップさせた感じだね。タリーズどこ。タリーズスキヤとタリーズ、スキヤ、あー向こうだ。映画館なのかなこれ。エクセルカルチャーセンター、ビッグカメラ、リアトツ。水戸リアト作るかな。結構こんだけでかい町だったらさ、人口多そうじゃない。明日のリアトツ超期待できるんだけど。キアとタリーズの横に満喫がある。コミックボックス310かな。あれか、タバコ吸おう。あったあった、コミックボックス310。あれだ、今日の宿はいくらぐらいだろう。ありがとうリーちゃん。え、何、水戸近いのリーちゃん。なんで知ってんの。
オッケーオッケー、センカにありがとうね、教えてくれて。おー、いいな、いい感じだな、バランスのいい都会だね。近くない？あ、この前来たんだ。なんかイベントかなんかあったの？今から配信しても面白いこと起こらないよね、これ夜だから。誰もいないもん。これ無理でしょ。イベントか。住みやすそう。水戸いいじゃん。あの、空の感じと街のバランスがいい、すごく。なんか、俺すごく好きだわ、この感覚。その、都会な部分と、その、田舎な部分の融合さがベスト。すごくかっこいい街だね、水戸。ミトリアとつまって期待できそうだな。ミトの夜静かだね。なんか閑静な住宅街ってちょっと高級住宅街っぽい感じがするんだよね。なんか高級住宅街っぽい、なんかマンションもいっぱいあるし、なんかスケボーやってる男の子とかいたけど、繁華街はこっちじゃないのかもね。遊ぶ場所っていうのかな。水戸いいじゃん。茨城舐めてたわ。納豆食べてない。今ついてびっくりドンキー食べた。カルシウムいらっしゃい。朝まで行くとこないよね。あそこに4満喫シャワーあんのかな。シャワーあった。まあ風呂入ってるから臭くはない。 T シャツが臭いだけで着替え買ったから大丈夫だと思うんだけど。水戸何がいいの？なんかね、バランスがいいっていうか、都会と田舎の絶妙なハーモニーなんだよね。道路広いし。大工町か。さっき通ったな、大工町。ちょっと遠かったね。シャワーある？マジで？じゃああそこにしよう、今日の宿。いいね、いいね。ミトリアと期待できそうだな。人口多そうだもん、ミト。俺はミトを舐めてたわ。もっと栄えてないと思った。すごい栄えてるわ。でかい。やっぱ百聞は一見にしかずだよね。実際街を体験するとわかるよ。明日昼間動くか、じゃあ。ねえ。ミトリアとつまって、昼間結構栄えてるっぽかった。すごい、何でもある。はるちゃん、ミトなの？リアとつ何人ぐらい来るかな？リアトツ町でずっとプラプラしてようか。え、水戸黄門のキャラどこ？え、どこ？え？キャラ？あ、これか。納豆じゃん。いわきなんだ。いわきは遠いの？来てよ、来てよ、明日。よたもんさん、もういいです。これ？明日リアトツマツ来てよ、暇だったら。水戸まで歩いてないよ。車で送ってもらった。水戸いいね。満月だ。お疲れっす。どうも秘密基地さん、いつもありがとう。いわきといえば粉浜。距離感が分かんないからちょっと勉強しよう。 JR の駅戻って土地勘をつけよう。
明日仕事か、マジか。どうしよっかな。いわきまでどれくらいなんだろう。ほんと静かだよ、誰もいないよ。閑静な住宅街でほら、誰一人いない、駅前なのに。まあ普通だよな、普通もう誰もいないもん、うん、そうだよね、新宿とは違うよね。高速で1時間半だったら結構遠いんだな、いわきって。夜は誰もいないんだね。いや、いいね、なんか街の感じが手に取るように分かっていいね。パーカー買わないとダメだな。北に行けば行くほど寒くなってる。あと洗濯物もそろそろやりてえし。あれ、掲示板ない。あ、切符売り場閉まってるから分かんねえわ。あとでネットで調べよう。うん、お疲れ。水戸栄えてるね、イメージと全然違うわ。やっぱね、すごいね、水戸っぽい喧嘩っぱい。え、そうなの、水戸っ子は喧嘩っぱいやの。おい、たくみさん、ワード2、水戸着いたよ。ただね、人もいないし店もやってないから、展開がないからもう休もうかなと思ってる。昼間動いた方が面白いと思う、この街は。人が全然いない。あ、そうなの、でかい廃墟たくさんあんの。水戸に着きました。明日リアトツ待ち、ちょっと粘ってみようか。水戸リアトツ、水戸ってど真ん中でしょ。水戸リアトツやろう。多分この町には10万人ぐらいの和道リスナーがいるはずだから、少なく見積もってもいけるっしょ。じゃあ満喫の方行くね。ただ寒い、思ってたより寒い。北に行けば行くほどどんどん寒くなってる。明日だな、これ昼間だな。ミトリスナーいないの、ミトリスナー。ミト都会、あ、ゲーセンあるじゃん、セガだ。あ、こういうノリだ。値段調べるわ、満喫の。カラオケもあるし、カラオケがめちゃめちゃあるんだよね、車で通った時。なんでか知んないんだけど。え、嘘、リアトツできる。キューブさん、キューブさん、リアトツしてよ。ダメ、どうしようかね。フェリーでリアトツ、北海道まで行ってもいいかなと思ったんだけど。え、リアトツできないですか、キューブさん。1万人リアドするまで帰れない企画やってるんで、リアドしていただけるとめっちゃありがたいっす。今から仕事なんだ。え、本日の営業は終了しましたって。え、
フェリー8000円だって。あーそっか、時間ないか。ゆいいらっしゃい。え、どこ満喫。満喫どこ。うん、マジか。え、どこだ。漫画喫茶ないんだけど、アミューズメントオアシスインターネット下だ。この前結構入らなかったよ。どうだっけ。オアジ、オアジっていうの。いや、ま、ネットカフェで泊まるところ探してるんだよね。快活クラブ。いや、快活クラブシャワーないからいいよ。なんか通りに通ったけど結構遠かったよ。うん、1階の1階か。あ、ありがとう。1階か。ミトナウですね。ゲーセンとか遊ぶ場所あんの ?24 でやってるような。ある？なさそう。カラオケ多いな。カラオケ多いね。オアジって読むんだ。じゃあオアジに泊まるか。今日オアジ庭園あんの。え、どうやって入んの。入り方が分かんないんだけど。え、どこどこ。水戸にいますよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。1万人リアトツの旅やってます。え、どこだろう。え、コミック。あれないよ。1階に来たけど反対側かな。ん？花の前があって。花の前でしょこれ。逆？どこいらっしゃい。逆？これ右に曲がればいいのかな。右に回る？地元？突してよ。地元なの？あ、今住んでないってことかな。あ、ありがとうありがとう、キューブさん。でもなんか水戸リスナー多そうな気がするな。高いネット。9時間2000円だったらいいんじゃない。9時間2000円そんな悪くないでしょ。行ったことある？ダーツ、カラオケ、ビリヤード、これだ。いくらだろう。ナイトパックとかないのかな。3時間520円。うん、はい、いってらっしゃい。じゃあ多分今放送やっても何にも起こんないからさ、俺このまま寝るよ。俺このまま寝るね。 OK。明日の昼間配信しようぜ。ナイトパック9時間。あ、9時間1908円、2060円か。うん。じゃあここで泊まるわ、俺。ありがとね、みんな。じゃあお疲れっす。明日の昼間楽しみにしててください。水戸配信。お疲れー。ありがとねー。一つリア凸結構来そうですね。ここはでかい町なんで。お疲れっす。何時からやろうかな。昼間から、昼間ぐらいからやろうかな。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカ。
とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。